はい、こんにちは、Kチャンネルです。本日はですね、以前やりましたけど Zボックスを100回聞いてみたいと思います。シェードのチップ、バッキーのエッグ、ミスリットのエッグ、隕石の札、特攻の札、エメラルドの札、ゼット、ルビドラの札、ゼット、エクサヒドラのエッグ、あ、なんか出てないやつがなんか出てますね。メガホリンのエッグ、以上です。オーバードライブのチップ、またなんかハテナハテナですね。なんかエッグ、ナーガのエッグ、ゴールドラの歌、サバタルの歌、まだ出てないエッグ、メラギオスのエッグ、以上です。カガリのチップ、カットラスのチップ、ランスのチップ、ブレイズのチップ、ティウフィングのチップ、ティーチのチップ、バリキューレのエッグ、ルビドラの札、ダブルゼット、フィーバーの札、ドラゴンナイトのエッグ。オリゴンのチップ、ランスのチップ、ゲイボルグのチップ、ディアボロスのチップ、クレセントのチップ、ニョルニルのチップ、バリキューレのエッグ、重力のお札、メタゴルドラのお札 Z、ファフニールの青エッグです。ヒカリンのチップ、テュルフィングのチップ、隕石の札、極光の札、極光の札、稲妻の札、メタドラの札 Z、タナーガのエッグ、ブラックナイトのエッグ、バーサーカのエッグ。ヒカリンのチップ、カットラスのチップ、テュルフィングのチップ、ガルムットのチップ、ミスリットのエッグ、稲妻のお札、メタドラのお札ダブルゼット、ゴールドラのお札ダブルゼット、アクアナイトのエッグ、カカリのエッグ。カガリのチップ、クフノチのチップ、カシマルのチップ、ミョルニルのチップ、隕石のお札、隕石のお札、ゴルドラのお札、ゼット、サバドラのお札、ダブルゼット、タウロスデーモンのエッグ、ワルドゥのエッグ。アーシュのチップ、
レセントのチップ、オーバードライブのチップ、トリアードのエッグ、ワリフューレのエッグ、エメドラのフダゼット、エメドラのフダゼット、ブラックナイトのエッグ、ベルセルクのエッグ、シェイドのエッグ。ガワリンのチップ、モリガノンのチップ、ゲイボルグのチップ、大山ツリのチップ、アビスのチップ、モーモーのエッグ、曜日の札、明海神の札、ラパグラの札、ダブルセット、ブラックナイトのエッグ。ギガワルリンのチップ、キリサメのチップ、テンペストのチップ、エクリプスのチップ、エクリプスのチップ、極光の札、メタドラの札、ウィドラの札、ゼット、ラナーガのエッグ、モリエットのエッグ、以上です。はい、それでは一体だけハテナハテナのエッグがあったので解析してみたいと思います。痛いか。なんだろう、国勢神竜極端極端なんだこいつ、ブラッキー極端。